ポケモンの話がもっとしたーい。ポケモンもっとしたい。もっとしたいです。ああ、知らん僕らもな。はい、はい。ということで皆さん、サムネにポケモンの海パン小僧を使ってますよね。使ってた。勝手に使ってますよね。すいません。はい。まあ、我々のメンバーの中で、言語半蔵、一行は、まあ、プライベートでポケモンのゲームがあるんです。楽しんでるんですけど、それ以外のメンバーあなたたち、やってないですよね。まあ、そうですね。リソードですね。やってないです。ちょっと海パン小僧のサムネ使っといて、それはまずいんじゃないかと。なるほど。ちょっと思って、ちょっとみんなのポケモン知識をもっと広めようと、ポケモンクイズを作ってきました。おお。結構初めての持ち込み企画ですか。そうです。あらあら、楽しい。まあ、ということで、クイズは、ちょっと、昔のポケモンを混ぜた、簡単なクイズを作ってきたんで、おぉ、あと、今、ソードシールドのポケモンに関するもの、おぉ、作ってきたんで、ポケモンの今を知れると。そうそうそう。いいですね。お楽しみながら、まあ、クイズ考えていただければと思います。はい。はい。じゃあ、まず最初のポケモンクイズ。はい。はい。じゃあ、ルール説明というか、まあ、クイズの形式言うね。OK。公式ポケモン図鑑に載っている、ポケモンの説明文を読むので、それが何のポケモンなのかを、なるほど、見てください。でも選択肢は用意します。じゃあ、説明文から読みます。はい。花の香りは気持ちを穏やかにする。戦いの時は香りを発散させて相手の戦う気持ちを拭らせるのだ。選択肢1番、不思議花。そう。2番、メガニウム。あ、そういうことか。3番、樹海院。はい、お答えください。あ、そうだ、3つ。はい、皆さん、回答一斉にオープン。どうぞ。はい、メガニウム。メガニウム。はい。ああ、翔太だけ不思議花。うん。お、いや、初代のポケモン図鑑であのスメーブンはないわ。臭そう。いや、一個大事なの、魅了するっていうのが、結構こっち可愛い系なメガニウム。あ、そうなの顔が。不思議花結構、ガッてするやんか。何魅了って言わないんじゃないかな。かわいい。多分これ。不思議花は可愛い。間違いない。メガニウム映像思い浮かばんけど、チコリータチコリータ、そう、チコリータが可愛いから、まあこれかな。あ、なるほど、うん、じゃあ正解、メガニウムです。やばい、はいはいはい、よっしゃ、同期確認1点ずつです。はい、だね。はい、じゃあこんな感じで次の問題いきます。 OK。 はい、じゃあ説明文読みます。お願いします。岩石も焼けるような灼熱の炎を吐いて山火事を起こすことがある。吐いて、はい、選択肢いる。はいよ、くだい、はい、選択肢ゴリゴリ見えちゃってんすよ。1番リザードン、うん、2番爆風、うん、3番バシャーモン。絶対知らん。吐いてもね。そっか、まだあれか、御三家で来てくれたんや。ちょっと御三家系やったらさすがに君たちも分かるかなと思って、優しい、簡単なクイズを作ってきたつもり。爆風雲出てこんわ。いず、はい、分かりました。はい、じゃあ回答オープン。はい。あー、トモキだけ爆風雲で、リザード、海翔太がリザード、メガニウムも爆風雲もどっちも第二世代で、連続で第二世代のポケモン出すかっていうことで、めたいな。そこだけめたいな考えが。いや、リザードなんか吐くじゃないですか、うん、バシャーモってなんかそんなゴリゴリ吐くっていうイメージないじゃないですか。そうだ、どなんだ、大丈夫。そりゃね、岩石を燃やすって言ったらリザードじゃん。弱いな。弱いわ、もうトークで負けとるわ。いや、負けかも。答え言うか。はい、はい、答えはリザードンです。よっしゃー。いや、ごめん、知ってるわ。ポケモン知ってるわ。ポケモンをね、代表するリザードね。マジで？そうですか。じゃあ、トモキ1点、タクミ2点、ショウタ1点。はい。はい、じゃあ次。じゃあ、この問題で最後ね。うん。じゃあ、説明文読みます。はい。大型船を引っ張って泳ぐパワーの持ち主。太い腕の一振りで相手を叩きのめす。選択肢、1番、カメックス。2番、オーダイル。3番、ラグラージュ。君に決めた。はい、はい、じゃあ皆さん、回答一斉にオープン。はい、はい、おー、
になんで大ダイブ？え、一番強そうだったから見た目が、はいはいはい、なんかカメックスは泳げなさそうやし泳げる泳げるミスタイプミスタイプじゃあトモキとショータはなんで呼ぶの？僕から、うん、まあ第1問目が第2世代、第2問目が第1世代、あ、そういうことか、第3問が第3世代っていうのがまず1個目。そして僕のチラッとした情報で今のソードシールドの戦いでラグラージュは結構強いと、なんかラグラージュを声出してくるんじゃないかなと、はい、ああ、ソードシールドやられてます実はなんか聞いたことあるんですよねだから使ってる。じゃあ答え言います、はい、答えはラグラージュです。